ゴールキーパー石森、最終ライン半田、右に中谷、左福岡翔太と予想しました。左サイドバックに黒川圭介、ボランチにはダワンとネタラビ、これは公式戦初のコンビとなります。岸本かける山田浩太、ウェルトンは来日初スタメンです。宇佐美隆がトップに入っています。サブには東口が戻ってきました。川島英二ゴールキーパー、最終ライン上村博と伊藤真希とリカルド・グラッサイ、松原浩、中盤の底中村俊と上原力也、2列目には松本正也、山田裕樹、平川で、そしてトップには現在 J1 得点ランクナンバーワンのジャーメン亮。福岡翔太、ターゲット岸本、松原浩が弾き返します。岸本、宇佐美がいる、宇佐美左足のシュートだー。先制点は青黒の主砲宇佐美隆、3試合連続ゴール。ガンバの開幕からの得点のクラブ大記録に並びました。並びましたね、青黒の主砲がまた新たに記録にも刻み込みました。ね、ここもね、相手後ろ向きだったので岸本選手のプレッシャーからね、ここ奪っていってね、宇佐美選手振り切りましたよね、ナイスゴールです。そうですね、山田浩太、ウェルトンが抜けてくる、半田が呼ぶ、ウェルトン折り返す、宇佐美がフリーになってシュートだー。川島英二キャッチ。いやー、宇佐美と川島英二の対決というのはワクワクしますね、やはりね。開幕戦では素晴らしいフリーキックを決めたこの宇佐美隆。この距離は少し直接には遠いかな、ね、狙っていきました、ポスト。すごい、館長さん申し訳ないです、はい、ポスト1本分、すごい、ジャーメン亮には依然としてウェルトン、伊藤真希人には山田浩太、ジャーメン亮が動いて、そのファーサイドヘッド、わずかに釣れたか。そしてまたコーナーです。ウェルトン、また上村を引き離そうというところ、えぐっています、取り返した、宇佐美だ、こぼれたところ山田浩太、なんとかしのいだジュビロ磐田、ネタラビ落としたところ、古川カットした、ダワン、岸本、中に山田浩太、山田浩太抜けてきて宇佐美、山田のヘッドだ、ダワンが決めた、ヘッドが得意なダワンが決めました。ガンバ2点目、青黒の四方を指さすダワンです、2対0。山田選手のアシストもそうですし、はい、ダワン選手もね、それほど身長は高くないんですけども、フィジカルの強さありますね。空中戦に強いですからね、はい、プレッシャーを強めるガンバ、ワンタッチで裏を狙うジャーメン亮、いや、うまく収めています。柔らかいパス、古川仕掛けて、仕掛けて中、上原から古川来た、また上原に返す、松原クロスを上げてくる、ジャーメン亮だ、今シーズン5ゴール目、見事なゴールを挙げました。いや、この崩しがサックスブルーの崩しです。古川から松原、ワンタッチクロス、藤川虎太郎、
さらにマテイスピーショット、まだある、ジャメンリョウコーナーです。面白いですね、そしてリカルド・グラッサ、藤川虎太郎、マテウス・ペイショットが3人並んでいます。バックヘッド、ペイショットわずかに外れました。いやーすごいボール、そしてすごいバックヘッド。サイドに抜けています。西久保、中4人5人入っています。クロス上げてくる、ジャーメン亮だ、スーパーセーブ一森。まだある、松原、古川、上原の右足が来る、まだある、一森パンチング。うわすごい試合、最後の1秒まで出し尽くしたこのゲーム、青黒の守護神が守り抜きました。青黒復活へ、ガンバ大阪ホーム2連勝です。